タップ、こんにちは。はい、何が足りないんでしょうね。まあ、いろんな足りないところはあるから。そうですね。どこの話だ。巨人の話。あ、巨人か。巨人です。まあ、今夜の DeNA 戦で DeNA が引き分け以上で巨人の B クラスが決定する、はい、なあ、もう、まあ、果てしなくもうほぼゼロに厳しいという、まあ、状態ですよね。そうだな。 A クラスには。で、昨日の試合後に原監督が、何かが足りないんでしょうこのチームにはと、うん、おっしゃいましたけれども、まあ、投手陣からいくと、はい、まあ、菅野がやっぱちょっと計算外だったっていうことはあるよね、はい、それと外国人、なかなかいいピッチングしても勝たすことができなかったとか、まあ、いろいろありながら、まあ、言っても先発の頭数は、まあ、例えば山崎伊織とか、はい、まあ、赤星とか若手が出てきてね、横川とか出てきて、はい、まあ、そこそこ戦えるような先発投手陣は戸郷を柱にね、はい、まあ、いると思うんだけど、やっぱその後だな。そうなんですよね。やっぱりなんて言っても8回に、はい、苦しんだということと、うん、やっぱ大勢が離脱した、うん、で、中川がその穴を補ったことは補ったけども、うん、でも中川を8回から外すとどうしても苦しくなるとか、うん、まあ、いろいろやっぱこう整備は必要だよね。そうです、投手陣の中でもね、うんうん、これ今年からじゃなくてもう去年からずっと言われてたことだったんですか、うん、まあ、盛んにこうトレードとか、うん、まあ、いろいろしながらその穴を埋めようとする動きはしたよね。だから、まあ、そこら辺は埋められなかった、うん、まあ、選手と、まあ、そうだな、計算が狂ってるという、まあ、そこら辺は言えるだろうね。だから、まあ、確かにこうトレードで大成功するケースもあるけども、やっぱジャイアンツのその雰囲気って、はい、勝たなきゃいけないという、言えば他のチームよりはプレッシャーは強いと思うんだよね。だからそのプレッシャーに、まあ、耐えきれるだけの選手は取れなかったという、まあ、そういうことだろうね。そうですよね、うん、これっていうのはやっぱりあとはこのピッチャーを育てる、例えば二軍だったりとかそういうところで育てるっていうことも重要になってくる、ね、いや、もちろん育てないと、うん、やっぱこう湧いて出てくるようなことはなくてね、はい、で、やっぱこう育成、まあ、そういったものをやっぱこうしっかりもう一度見直すっていう、うん、まあ、新たに出てきた選手っていうのはさ、はい、まあ、なかなかいないじゃない。そうです。で、まあ、井上でも使えるかなと思ったらやっぱそうでもなかったというね、はい、まあ、もうちょっと成長しなきゃ使えないっていうようなことになったし、そうだな、なかなかまあ厳しいよなピッチャーからすると、うん、まあ、それとね、やっぱ現代野球ってやっぱパワー系のピッチャーがやっぱ少ないという、はい、巨人にはね。だからもう少し一段階高いレベルのスピードが必要かなっていうふうに思うよね、うんうん、まあ、いわばそのオリックスの中継ぎのようなああいうパワー系、まあ、理想だけどなあれはなかなかそうは揃わないけどもさ、はい、それはやっぱこう何年かかけてドラフトの成功が今につながってるというね。で、まだ余ってるからね。そうですよね。ムクノキとかもね、トミー・ジョンやってまだ来年控えてるというそうなんですよ。だからもう相当なこうメンバーを持ってるよね、うん、でもこれはやっぱりドラフトによって、はい、構築してきたものだから、だからもう一度やっぱりドラフトも見直さなきゃいけないということだよね。あとこの1年間何とか頑張ってきた中継ぎの若手、例えば菊池投手とか、はいはい、船場様投手とか、はいはい、まあ、平内投手もまあいますけれども、はいはい、そういったピッチャーたちがこうなかなかこう安定せずに不安定だ、まあ、そうだな、まあ、いい時期はあるんだけどね、はい、だけどそれが長続きしないっていうことは、うん、まあ、スタミナであったりだとか、まあ、精神的なものであったりだとか、まあ、そういうものっていうのがやっぱまだまだ足りないんだろうね。だからまあさっきも言ったように巨人というプレッシャー、はい、まあ、そういうことにまあ耐えきれるだけのまだ成長を遂げてないという、まあ、そういうことも言えるだろうしね。そうですね、うん、ただね、まあ、そうやって使ってるとやっぱ怖さばっかりは残ってて、でね、人数はいるんだよ豊富に、はい、だけどやっぱそこにダメだったら次に変えてしまうという特会引っかえってなるとさ、なかなかやっぱこう実績として残っていかないから、やっぱ責任をしっかり与えるっていうことも大切なのかなっていうふうには思うけどね。そうですね、うん、あとはね、はい、キャッチャー、キャッチャー、はい、
まあ、大城は俺悪くはないと思うんだよ、うん、でどちらかというとやっぱバッティングを期待されてのキャッチャーだから、はい、まあ、リード面うんぬん、まあ、いろいろあるけどもやっぱ大城が考えてるようなリードについてこれるピッチャーというか、いくらねいいキャッチャーが座ってても真ん中しか投げれないピッチャーがいたらこれはやっぱ打たれるよ。だから大城を攻めるんではなくてやっぱこうピッチャーのコントロール、大城大城で俺はもうバッティングという意味ではすごく貢献してるからね、はい、だから俺は攻めたくないし、うん、ただし2番手が岸田でいいのか、はい、その3番手に小林を置いてるけどそれでいいのかっていう、うん、やっぱキャッチャー不足っていうこともあるかもわかんないね。そうですね、うん、例えば今年の阪神は梅野選手が離脱して坂本選手が入って、うん、その巨人というと打てるキャッチャーっていうところを主にしてきてるので、うん、例えばその坂本選手のような例えばキャッチャーっていうのは巨人に例えば2番手でも必要には、俺は小林がなれると思ってたんだけども、うん、やっぱあまりにも打てないというレッテルを貼られてるから、うん、まあ、打てなくてもいいからこの試合点はやらないでくれって言ったら俺は小林だと思うんだよ。まあ若手も育てなきゃいけないというね、うん、やっぱこうベンチの考えもあるよね、はい、それはだからそれはもういいんだけども、じゃあ岸田がそれを補えるかどうかっていうね、はい、まあ、まだまだ経験が浅いし、うん、ただまあサヨナラホームランとかね、うん、ああいう離れ技もやるような選手だから魅力はあるけども、はい、まだまだそこまでは育ってないのかなという感じがするよね。さらに下に山瀬慎之介選手も取っているので、うん、じゃあキャッチャーどうしていくっていうのも今後の問題というか、まあまあそうだね。だからまあ大城一人っていうような状況の中だったから、うん、やっぱり大城も辛いよね、うん、多分ね。そうですよね、うん、で野手はね、はい、やっぱり渋滞を起こす、やっぱり渋滞を起こすというのは、まあ、フォアボールで出て2本のヒットがつながって0点というね、はい、それも外野手がかなり後ろに下がってるのに、だから、うん、脚力という意味ではやっぱ他のチームから、まあ、DeNA も脚力はないんだけども、他のチームからちょっと劣るかなという感じはするけどもね、まあ、誰がランナーに出るかっていうこともあるんだけども、大体誰が出ても、まあ、そんなには足が速い選手はいないというね、うん、だからバッテリーにプレッシャーをかけられない、まあ、野手にプレッシャーをかけられないっていう、まあ、状況の中で、まあ、巨人の野球っていうのはもうみんなが言うよ、口を揃えて言うようにホームランの野球だっていうね、はい、ただそれも怖いんだけどもさ、やっぱりいいピッチャーの時にホームランってなかなか出ない時にどうやって点を取るかっていうとさ、はい、まあ、なかなかやっぱこう足を絡めたりだとか一つのフォアボールが1点になるとか、はい、そういうプレッシャーがないだけに、まあ、相手は戦いやすいのかなっていうふうには思うよね、いいピッチャーからすると、はい、ホームランさえ打たれなくなったらいいっていう、そしたらある程度ゲームを作れるというね。だからまあ勝ちパターンっていうのがあまりにも見えすぎてて変化がない、うん、だからまあそこら辺がやっぱ足りないかなっていうふうに思うね。そのじゃあ一発のを出る巨人っていうのをちょっと、まあ、もちろんそういう選手はいてもちょっと変えていかなきゃいけない分岐点というか、まあそうだね、だからこれからやっぱこうドラフトして取ってくるっていうのは特徴のある選手、はい、まあ、例えば肩が抜群に強いとかさ、足が抜群に速いとかさ、そういった選手が主になってこないと、まあ、これからやっぱこういいピッチャーがどんどん、ピッチャーの成長率っていうのはすごく高いからね、はい、今ね、で球も速くなってるし、その反面逆行いくか変速ばっかり取ってくるとかね、はい、ピッチャーの、うん、とか、まあ、そういう考えもあるんだけども、でもまあ今から取る選手っていうのはやっぱパワー系の選手で、まあ大勢が成功したように抑えで1年目ね、今年はダメだったけども、だけどああいうクラスのピッチャーをどん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 打ち崩すにはじゃあどうすればいいかっていうと、やっぱなかなかホームランが出ない中でやっぱ足技、はい、小技、まあ、そういうことがやっぱこう必要になってくるのかなっていうふうに思うよね。そうですね、だから野球の考え方をこう変えていかなきゃいけないという、ね、うん、まあ、ベンチにはその重信とか増田大輝とか、はい、まあ、ああいう走れる選手はいるんだけども、なかなかやっぱバッティングがねついてこないというね。そうですね、うん、だからまあそこら辺ではやっぱこうきついよね。
あとその打順がやはりこう日替わりでにやっぱり今シーズンすごい多かったっていうので、4番の岡本選手以外は何かほぼやっぱり打順が固定できないとか、それもすごく今年目立ったんですけれども、これはもう仕方ないことなんですかね。まあ固定だから勝てるとか、固定じゃなかったら勝てないとか、まあそういうことではなくて、どういうふうに打線が流れていくのかっていう配置の問題があって、一つこう、まあ、新聞で提案したのは、長打の打てる前に足の速い選手を置いて、まあ、1本のツーベースとか、そういうことでこう一気ホームを狙うぐらいの足を持ってる選手をこう挟んでいく、サンドイッチ方式、まあ、ああいうふうにやるといいのかなっていうふうには俺は思ったんだよね、で打てる打てるって言ったってさ、まあ、ホームランが打てたりだとか、ただやっぱこう率的に、出塁率的にやっぱ3割5分以上ある速い足を持った選手がやっぱ育ってこないと、まあ、なかなかこの野球を変えるのは難しいかなという。だから門脇が今年成長して、おそらく来年もショートのポジションを取るような形になると思うけど、やっぱああいう選手があと2枚ぐらい欲しいよね。あと2枚ぐらい、で高齢化が進んでるから、はい、まあ、ある程度若返りを図らなきゃいけないんだけども、まあ、秋広であれでいいのかっていうね、バッティングが。で、まあ、確かに勝負強いし、そのやっぱ捉えることっていうのはなかなか非凡なものがあるけども、やっぱ期待されてるのが長打っていうことを考えると、あれじゃ物足りないってなるしね、で中山ライトっていうのがずっと一軍のベンチに帯同してるけども、やっぱ三振が目立ったりだとか、まあ、守備の面でもまだまだ成長しなきゃいけないっていうことを考えると、やっぱ今年1年かかってやっぱ門脇がやっぱ成長したかなっていう、まあ1枚だよね、まだね。そうです、じゃあ秋広が成長して足を使えるかっていうと使えないし、そしたら長打打つしかないしね。で中山ライトがじゃああれでいいのかっていうと、まああれじゃちょっとまだまだだしね、物足りないしね、レギュラーとすればね、だからちょっと何もかもがこう中途半端な、原監督がやりたい野球っていうのは、原監督っていうのはどちらかというと動かしながら勝ちたいという、でも実際やってる野球っていうのは待ちしかないというね、まあそうなってくるとやっぱ辛いよね。だから足りないものはたくさん、まあでもそれは各球団言えることで、じゃあどうやって補っていくかっていうことだよね、だからそれにはやっぱある程度成長しなきゃいけないし、でもそのチャンスを与えてるんだけどなかなか成長しない、まあそういった選手もいるしね、だからここら辺はやっぱこうなんていうの、まあドラフト、まあトレード、まあ、そういったことを含めてやっぱこうどういう選手を取ってくるのか、まあ、出血覚悟で2対1でくれないかって言ったら、まあいい商売がなるようなやっぱ選手はいると思うんだよ。そうですよね、そうです、そんなに多く抱えなくてもいいし、やっぱこうベテランを取って、でベテランが全くもう一軍にいなくて、そしたらやっぱこう重くなるよね、雰囲気はね。なりますね、まあ、そういう人たちが活躍してくれると、ね、盛り上がっていくんだろうけど、だからなかなかやっぱこう難しいな。そうですね、あとはやっぱりリーダーだな。そうか、リーダーか、なかなか今の巨人を引っ張っていってっていうリーダーが、だから岡本でもいいんだけどもさ、岡本ってやっぱこう自分の姿で表現していくタイプで、あんまりこうバッとみんなの前で大風呂敷を敷けないタイプのような性格に見えるんだよね、今のその今誰がどういう形のリーダーが欲しいかっていうと、今の場合は岡本ではないと思うんだよね、だからやっぱりリーダーも出てこなきゃいけないし、でリーダーが出てこなかったらやっぱこうコーチの誰かがやるとかさ、あのリーダー的な、監督がやるとかさ、でも監督も俺と一緒でさ、毎試合なんかテンションマックスでやったらおかしいからな。もうちょっとおかしいですね。おかしいし、それがコーチだったらやってもいいよ、
まあ、やってもいいけどもっていうのかな、まあ、コーチの中でも、まあ、元木なんかそういうね、気質を持ってると思うんだけども、はい、まあ、なかなか、まあ、いろんな立場があるから、まあ、それができない立場なのかなっていうふうには思うし、まあ、日本ハムの新庄監督みたいな監督がなんか引っ張ってきてる、完全にリーダーだよね。そうですよね。でリーダーだけどやっぱこう面白いよ、みんなが明るいもんです、ね、で明るいっていうのは失敗も責めないし、はい、いやもうでやったら俺の責任だからって、うん、やっぱ責任が取れる人がやっぱりリーダーになると、うん、やっぱりいいよね、まあ、チームも変わっていきますよね。そうだからまあ足りないところはたくさんありながら、うん、やっぱり今の野球からやっぱある程度変化をもたらさないと、はい、今の野球のままではやっぱこう B クラスは続くのかなっていうのは、うん、やっぱこういろんなところで足を絡めたりだとか、はい、いろいろしていかないとね、そうですね、うん、いけないと思うし、まあその球場ホームランが出やすい球場になってくるとホームランに頼るっていうのはこれは普通の考えでわからないではないけどもね、だけど他行った時に苦しむよね。そうです、ホームランが出ない球場に行くとね、もうね、そこで出ない得点が入らないってことに、そう、だからまあそういうこう二面性も三面性も持ったチームに変貌していかないとさ、はい、なかなかこう B クラスを脱出していくっていうのは、うん、なかなか難しいよね。そうです、だから巨人と中日を考えた時にどっちがピッチャーいい、中日の方がいいって思うよね、はい、でヤクルトの打線と巨人の打線ってどっちがいいと思う、うん、ヤクルトの打線の打線の方がバランスがいいよね、うん、じゃあ阪神の投手力と、はい、打者で阪神だよね、はい、そうなってくるとやっぱこう強みっていうのが全部各球団をこう比べた場合に消されちゃうんだよです、ね、だからやっぱ強みっていうのは何なのかっていうことを、うん、やっぱしっかり打ち出さないと、うん、なかなかやっぱ苦しいかなっていうふうに思う。そうですね、ちょっとなんかまあ分岐点というか巨人がこう今のイメージだけではなくて違う側面もどんどん取り入れていかないと、うん、そうだね、取り残されていってしまうっていう、だから1回のドラフトでそれが補えるかっていうと、うん、これはもう結構難しいからね、まあ、トレードがあったりだとかいろいろするけども、はい、やっぱね出血をしてでも取っていきたい選手は取った方がいいね。そうですね、はい。